ギターは実際に、このエレキギターをですね、用いて、録音してみたいと思います。それではまず、ギターを録音する、オーディオトラックというのを作ってみましょう。ギター、そしてエレキギターを選択します。で、先ほどはソフトシンセサイザーの音色を選んでいましたが、今度は一番右ですね、トラックを表示をクリックすると、このようにですね、エレキギター用のサウンドが格納されたトラックが、一覧で出てきます。で、ここではですね、こちら、ファットクリーンアンプ、これを使ってみたいと思います。トラックアンドロフィス持っていきましょう。はい、そしたら、ギターですね、今日は、オーディオインターフェース、ヤマハ GO46 に、このエレキギター RGX-A2 が接続されています。この GO46 はですね、直接ギターが接続できる、オーディオインターフェースになっておりますので、エフェクター等を通さずにですね、直接接続して録音することができます。はい、ギターを直接接続しているんですが、何やらアンプを通したような音になってますよね。これはですね、シーケルの中にソフトエフェクターというものが搭載されているため、中でですね、リバーブやアンプシミュレーター、コンプレッサーなどを使ってですね、あたかもアンプに接続したような音をですね、そのまま録音することができるような形になっています。はい、このようにですね、ギターをオーディオインターフェースに接続するだけで、このような音を楽しむことができます。録音ボタンを押すと録音がスタートします。やってみましょう。このようにですね、弾いたものがすぐ録音して、波形として、表示されます。ではプレイバックしてみましょう。もちろんボーカルなども録音することができます。カテゴリーからボーカルを選び、そしてリードボーカルを選択しましょう。するとこのように男性用、女性用という、オーディオトラックを作ることができます。ここでは男性用のバラード、そして、男性用のですね、コーラスのトラックを作ってみたいと思います。クワイアーミックスド、はい、持ってきました。もちろん先ほどのギターと同様、こちらのオーディオインターフェースにマイクを接続していただければ、そのままボーカルを録音することができますが、ここはあらかじめですね、録音してきたデータがありますので、それを呼び出してみたいと思います。なんとメディアベイはですね、用意されている素材以外に、パソコンの中に入っている、ファイルなんかもこのように検索して、見つけることができます。駆け抜けた短い夏の名残はもう、はい、ではこれを使ってみましょう。今お聞きになっていただいた通り、最初に入っている、歌はですね、リバーブやエフェクターが何もかかってない状態の、歌です。では、シーケルで作ったリードボーカルのトラックにそのデータをドラッグアンドロップしたらどんな音になったでしょう。ソロで聞いてみましょう。駆け抜けた短い、はい、このようにですね、すでにリードボーカルのですね、エフェクターなどが適用されたセッティングになっているので、前に出てくる音になるわけですね。ちょっと画面を見てみましょうか。例えば、こういうのようなですね、ディレイやリバーブなどのセットアップがすでにされています。さらに、ボーカルにはですね、一般的には、かけるハイパスフィルターというですね、EQ のカーブなどもすで、に施されてますので、一流のエンジニアがもうセッティングをしてくれて、その状態でレコーディングを始めるというのをですね、このシーケルは行うことができてしまうわけです。最後にですね、すべてのパートを聞きながらこのミキサー画面を使って音量調節を行ってみましょう。どこまでで、出来上がった楽曲は、オーディオファイルに書き出しなどの機能を持っておりますので、オーディオ CD を作るステップに、移ることもできますし、またメディアプレイヤーなどによってですね、自分の楽曲を持ち運ぶという方も増えましたので、 iTunes に書き出しなどのコマンドも用意されています。なんとライブパフォーマンスというところまでシーケルはサポートしています。決められた、楽曲の、尺ですね、構成をそのまま再生してライブパフォーマンスを行うというのが、今までは一般的でした。なんとこのシーケル、その楽曲の構成をリアルタイムに変えるというのをですね、このソフトウェアだけで行うことができてしまいます。アレンジャーページというのがあるんですけども、ここに A、B、C、D、E とアルファベットが振られています。先ほどのように作った楽曲に2位の範囲をこのように A、B、C、D と、ブロックができているわけなんですけども、この A というところをマウスでクリックすると、
はい、すぐですね、その A という場所をですね再生することができます。では通常のようにこのまま Q やですね、B のところに流れるわけなんですけども、クリックした途端違うセクションにすぐ移ることができます。では、通常なら B の17小節目のところに行くところを C まで飛ばしてみましょう。 C をクリックすればいいだけです。やってみましょう。このように、飛ばすことができました。さらにですね、マウスでクリックするだけでなくパソコンのキーボードを使って、セクションを飛ばすこともできます。ちょっとやってみましょう。例えば E に飛びたいときパソコンの E ボタンを押します。いきましょう。このようにですね、パソコンのキーボードを使ってもリアルタイムに、構成を変えることができますね。さらに何も押さないと、同じセクションを何回も繰り返すという動作をいたします。はい、リピートしてますね。このように、楽曲制作から、楽曲の仕上がりまで、オーディオの録音も当然できるわけですけれども、その先出来上がっただけにとどまらず、こういうライブパフォーマンスまで行えるシーケル、非常に楽しく面白い、シーケンスソフトに仕上がっております。